桂古代は、情報落語の名跡。タイという字は、初代桂文ラ文団治が奥前であったことから、ツイッターだな、塩台に由来する。そのため、文団治系の一門に、古代という名が確認できる。三代目桂塩潮台の門人にも見える。桂古代は、岡山県倉敷市出身の落語家。本名は、和田康則。入門時の芸名は、桂と、的。 桂塩台岡山の独演会。一生懸命桂塩台シオダイ。連れ連れ日記。2020年11月6日閲覧。古代くんの自前のベンツで、初めての、お迎えです。ハットジャンピン9次回が最終回。12、休憩古代ベンツ購入記念落語会。ツイッター。2020年11月6日閲覧。桂広場。多忙な1日。 桂広場オフィシャルブログ、アメーバブログ、2020年11月6日閲覧。飛び入りでこんなにたくさんの話し家が、古代くんのために集結。みな、ノーギャラで集まってます。ありがとうございます。